ちは。こんにちは。本日は今年グラビアから転向してデビューした L カップの女優さんにお越しいただきました、たのゆちゃんです。はい、皆さんこんにちは、たのゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、 L カップ、すごいね。L っていくつねって感じ、ね、こんな言い方じゃないんですけど、もうパンチ出てますよね、もうね。もうパンチがドンドンってすごいことになってますよ。そのパンチ食らいたいね。ね、絵力がすごすぎて、L カップはもう過去最大の衝撃ですよね。ねえ、これ横ちょっと見せてあげてもらっていいですか。見ますか。すごいことになってます。ほら。うわー、いいよ。これスマホとかだったら乗っかりますよね。全然乗っかりますね。ボールペンとか。おっぱいで今ノリさんが見えなかったもん。おっぱいで。いい日本語だね。おっぱいでノリが見えない。おっぱいでノリが見えない。すごい。すごすぎる。もう目力がすごすぎるから、もう今日はおっぱいだけ映しておしまいにする？いや、ね、まさかの100万再生。ね、目指しましょう。はい。すごい映像だけで。絶対みんな見たいもんね。見ちゃうよ。癒されるって。ね、勉強はかど、勉強はかどんないか。勉強はかどんない。いや、憧れの小島皆さんと一緒にコラボできて本当に良かったです。嬉しく思ってます。よろしくお願いします。嬉しすぎる。え、お上手なんですけど。ね、本当、コジさんがいるから私毎日入ったんですよ。え、そう、インタビューとかですごい言ってくれてて、うん、マジで嬉しいんですけど、ナイの時とか普通の SNS とかでもそうなんですけど、うん、なんか大人らしいところがあったりとか、意外にまあ行く時におーっていうなんかめっちゃ感じてるような声。作品めっちゃ見てくれてるじゃん。テレすごい好きです。嬉しい。意外に言ったら性格もいいんですよね。あ、そうなんですよ。意外に性格がいい。意外と、いや、いや意外とではないですよ。悪そう。あ、でもなんか知らない人から見たらこれだけね、長くやられてるし売れてるから性格悪いのかなって思う人はいるかもしれない、うん、よく言われます、あの裏でもあの感じなんですか、ってマネージャーさんめっちゃ聞かれるって。へ、本当にいい人ですよね。いや、すごい。俺らが知ってる限りはいい人、嬉しい。こっちもその裏側かと思いきやまだ表ない可能性もありますよ。ない、裏はない、裏はない。本当の裏は見たことないかもしれないけど、ない、裏はないです。見てる限りいい人ですね。いいな、すごい。嬉しい。でもその面もね、ちゃんとたのゆうちゃんは見ててくれてて、本当大好きなんで。今日はタムチーね。タムチーなタムチー。なんか幸せだな。本当に。タムチー良かったね、ネタもらえてね。はい、もう毎日ツイッターかけます。タムチー。タムチー。売れるよ売れるよこれで。でもなんか毎日つぶやいてるやつありますよね。ありますあります。心の天気晴れっていうやつですね。いいんじゃない。どんなことつぶやくの？あと。いやもいやでも毎日毎日心の天気晴れって、マネージャーもしくはマネージャーさんが言ってるから自分が言ってますよ。でも例えば、例えば、まあ、お弁当の写真だったりとか、自分料理がすごい大好きなので、自分のお弁当の写真、はい、毎日ベランダで食べてるんですよ。かわいい。ピクニック気分で。お家にそういう場所がないの、自分の居場所が。お弁当か大家族。そんなことないですけど、まあでも普通にお弁当だったりとか、あとやっぱこれを出したりとか。それが一番ですよね。自分の武器を使ってやってます。戦争終わらせられるよ。あ、本当ですか。世界平和のエルカップで。本当だと思うよ、そのおっぱいがあれば。グラビアからなんで AV に転向したんですか？自分自身が今ブラジャー、これ今20万円なんですけど。え、ブラが20万円、はい、はい。そういった下着を他の女性に安く、なんだろう、やりたいなみたいな、起業したいなって思いがあって、で、なんだろう、自分の武器を使って知名度とか上げたいなと思って、やっぱ AV かなみたいな。20万円のブラはどこで買えるんですか？どこで、普通のさ、なんて路面店とか行くとさ、そんななんか6000円とか1万円ぐらいじゃん。どこで買えるの？ネットで、なんか自分のここの上と下と生地選んでみたいなやつで、オーダーメイド。オーダーメイドです。そうだよね、20万円ってすごいです。エッチの時に雑に外されたら、おいってなるよね。こっちかもしれない。こっちだよね、パンパンですよ。撮影の時は、まあ、結構ちっちゃめのやつつけて、もう溢れさせてみたいな演出はやっぱしてますね。で、オーダーメイドで作ってるから今もう一番しっくりして、あ、もう一番しっくりして、あ、納得みたいな。そういう苦労もあるんですね。うん、そっか、すごい。
巨乳ちゃんならではですよね、うん、まあ、世界の巨乳の方に向けて今そうやってそういうブラジャーを作ってあげようという、はい、頑張ってます。素敵な夢ですね、うん、誰か周りの人にデビューすることは相談しましたか？いや、全員に言いました。全員ってどういうこと？誰ですか？親、まあ、パパとかママとか、うん、あとは友達とか妹とかにも全員してます。でもさ、すごくない？なかなか言えない方が多いじゃないですか、うん、全員にちゃんと報告するってなんか覚悟を感じますよね、うん、感じるし、すごい、うん、ご両親とかはどんな感じだったの？最初もちろん反対はされたんですけど、うん、ただ、まあ、ちゃんと説得をして、まあ、OK っていう形で、まあ、本気度が、伝わってみる。伝わったんですね。将来こうこうこうするために私がやるみたいな。じゃあ親公認 AV 女優ですね。はい、親公認です。安心安全です。安心安全って、うん、パパの反応はどうでしたか？お前 AV やるんかみたいな。俺 AV で抜けなくなるぞみたいな感じのは言われたことあります？もう半分自分のことを喋ってるの。あ、そう、確かにパパ AV 見てるね。パパ AV 見てる。そういう嘘つかないお父さんも大好き。そういうとこ大好き。多分デビューされても多分抜いてると思いますけどね、違う作品で。確かに、ね、それこそ小島みなみさんとかもしかしたら抜いてるかもしれない。あ、パパを追いでる、パパラブ。なんか平和で終わらせるよな、小島さんはいつも。え、ご兄弟は男の子いますか？あ、います、います。お兄ちゃんがいます。お兄ちゃん2人。お兄ちゃんはなんて言うの？うん、お兄ちゃんはなんて言ってましたかね。でもなんか応援してくれてるみたいな。なんかいろんな作品も買ってくれてます、自分の。今 DVD だったりとか。全然、まあ、内容多分見てないと思うんですけど、まあまあ応援という意味でね、買って買ってはくれてます。え、それは、あの動画をダウンロード、それとも版で？版です。今家に置いてあります。何人か、だから本当に置いてあります。友達とかにこれ妹だから頼むなみたいなこと言うのかね。あ、それも言ってくれてます。今すごい心強いご家族ですね、うん、それで。え、ご家族は巨乳ちゃんいますか？巨乳ちゃんはお姉ちゃんがまあ H とか G とか、お母さんもその GH ぐらいあるので。すごいね。みんな大きいです。すごいね、うん、もう巨乳一族だ。巨乳一族です。もう近所で有名で巨乳一族の。いや、でも本当いっぱい知られてました。そうだよね、うん、これだけ可愛くて巨乳だったらびっくりしちゃうよね、うんうん。小学校の時から巨乳ちゃんだった？あ、結構大きくて小6で C カップとかありました。わあ、すごいね。先生とか怒られたことある？怒られたことはまあもちろんあるんですけど、廊下に立たされたりとか。え、そんな巨乳だから許そうっていう先生いないですね。ないかな。ね、そんな人いるのやっぱやだ。あ、本当ですか？でも小6で、ランドセルで背負ってこう歩いてたので、やっぱここがすごいじゃないですか、はい、見られるので、歩いてるおじさんとかからずっとこうやって見られること。そっか、だってちょっとギュッてなるからミュッてなるもんね。ミュッてなります。だったらちょっとね、お金ぐらいくれろって話じゃない、うん、確かに。いや、これつまんないもんね、ご飯でも食べなとか。怖い、そんなおじさんいたら。ただで見やがってって話だけどね。そんな小学生もなかなかいないですよね、うん、でも人によっては多分病む方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、でも協調はすごいされてて、でも何とも思わなかった。嬉しかった、うん、見てくれてる。個性だもんね、自分の、はい、運動とかはさ、大変じゃない？運動、ドクターストップかかってました。どういうこと？バスケとかテニスとか OK だったんですけど、ランニングとかマラソン大会とかあるじゃないですか。ある。ああいうのとか全部 NG。 なんで？おっぱいがグッと上に毎回上がるので息が止まっちゃうんですよ。息できないんだ。息できなくて呼吸困難になります。ドクターストップってそういうことなんですね。はい、本当止められちゃうんですよ、私。おっぱいで息ができない世界って想像できないもんな、うん、それだけすごいって、すごいってことだもんね、うん、すごい。それでもマラソン大会に出なきゃいけないときは晒し巻いたりとか、そういう。晒し巻いてました。体育祭晒し巻いてました。え、晒しってさ、苦しくなんないの？それ苦しいです。おっぱいがこう暴れないような感じで止めるわけだもんね。あ、ですですです。もうここら辺もムラがすごかった。あの、汗も、あ、そうだよね、とかはすごかったです。通気性悪いもんね、うん、大変だった。でも私、おっぱいだけで今何キロあると思います？想像してみてください。おっぱいの重さって何よ。なんか、え、想像できないから測ってみてもいいですか？あ、待って、ぜひぜひって。これはいいね。ちょっと俺も席移動していいから、ちょっと大変だよ。もう一回消えられちゃうとお願いします。いや、そうなの？じゃあよかった、これ使えるわ。え、いいですか？はい。
終了かが。うわ、待って、待ってる姿がもうすごいんですけど。おっぱいが待ってるよね。おっぱいが待ってるから、ね、今行くよ。うわ、待って、すっごい重い。重いですよ。待って、すごい。うわ、大きいね、これ。わー、小島さん、なんかおみこしを持ってるから、ね、いや、ほんとに、こうじゃないです、もうこうです、ね、でもこれね、もう持ちきれないくらい溢れてるから、肩に乗っけなきゃ本当に持ち上がらない、ね、いや、マジで乗っけ、両肩じゃない、そうだね、え、何キロだろう、これすごい、これ、答え言うと、あ、じゃあ、問題です。5キロ、ごめんなさい、両胸7キロです。7キロ、7キロいつも持ち歩かなきゃいけないわけだもんね。そこがもう、そりゃ肩凝っちゃいそう、すごい凝ります、凝ります。でもなんかそんなことより迫力すごすぎて今ドキドキが止まらないんですけど、もう何キロだっていいもん。戦ったら負けそうですもんね。やられそうな、ピューンってかかされそうな。すごい、これもすごい。え、水泳とかはさ、行、うん、けるもんですか？いや、もう全然地獄でした。スクール水着、うん、スクール水着がこうなるんで、ここがボーン出て、すごい大変です。これだって下手したら、だって校長先生まで見に来ちゃうもんね。確かに、授業参観にみたいになるから、ね、すごい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 、みんな来ちゃうよね。確かに。あ、でもギリ、隠れるぐらいで、まあ、一番エロいじゃないですか。漫画ですよ、そんなもん。すごい良かったんですけど、まあ、でもこう泳いで一生懸命やってる時にはちょっとポロリも。わ、同級生とかすごかったでしょ。すごかったです。先生、今日水泳やろうっつってみんな。ね、夏はもう水泳全然休まない。夏泳ぐ、スライダーとかもさ、滑ったらさ、大変なことになりそうじゃない？今年の夏やっちゃいました。いた。どうなった、そのこうなって、どうなって、出てくるまでにこう直してみたいな。あ、じゃあもう一瞬リンは出ちゃってたんだ。あ、もう全然もうフルでバーン出て、いやーだわーいみたいな。そこだけ人がかりすごくなかったですか？いや、もう隠れてたんでギリセーフかなみたいな。ロケ行こう、来年ね。行こう、行きましょう。待ってるよ。偶然装ってきてくるんだけどね、これ。こうさりげなく。怖すごいね、もうこれは男子もっこり事件ですね。もう事件だよ、これ。でもすごい、やっぱ男子から相当モテたんじゃないですか？中2の時はもうほんと大ブレーキでしたね。おー、それぐらいの時期なんてもういても立ってもいられないから、男子なんて。すごい、もうみんなコックでね、ポコンみたいなのは。あ、ポコンしてた？ポコンしてました。あ、もっこり大事件。もっこり大事件でした。あら。え、どんな感じでモテてたんですか？なんだろう。でも1年に30人ぐらいに告白されてたことありました。すごくない？もう毎週毎週告られるわけだ。あ、ほんと月に 2,3 回ぐらい。いや、それこそ全然ありました。え、そんなにさ、告白されるってことはさ、お断りしてたってこと？ほとんどお断りしてて、そうですね、1人付き合ったぐらいですね、その中でも。30人で1人しか付き合えない、はい、え、それどんな人を選んだの？野球部でイケメンで筋肉マッチョな人と付き合ってました。ろくな人間じゃない。野球部好きなので。でも別にプロになったわけじゃないでしょ。あ、全然違いますね。プロにもなれねえやつと付き合ってもしょうがないですから。アマチュアだから。席替えとかでさ、席隣がさ、田野優ちゃんになったらさ、うん、やばくないですか？あ、確かに。やばいよ。無理だよ。隣のさ、席のやつバカだったでしょ。もうみんな成績がこう絶対下がるよ。そうだよね。クラスやばいだろう。授業どこじゃない。喋りかけたら返してくれそうだもんね、だんだん。おはようみたいな。そうおはようみたいな。一番親友になれそうだもん。すごい、だんだん顔が赤くなってきてる。ほんとずっとこっちばっかり見せて検証になりそうだもん。いやー、いい同級生だよ ね。中学までは義務教育だからね、お金かかんないもんね。確かにこんな見れてるわけだから。たまんないよ。たまたま同じ地区に生まれただけで。野球部とお付き合いしてたって言ってましたけども、はい、野球が好きなの？野球も好きですし、千葉ロッテマリーンズのファンです今。そうなの。ロッテはどういうとこが魅力なの？なんだろうな、なんかチームの団結力だったりとか、うん、やっぱり行きやすかったんですよね、駅とかに。あ、そんなにアクセスがね。アクセスがいいだけ。ちょっと待って、アクセスが良かった。チーム自体に愛を感じないけど。わかった、 L カップだからロッケ。あ、そういうことにしましょう。あ、そういうことだ。完璧に先輩はじゃん、アスじゃん今の。